11月29日水曜日沖縄ホットアイです今日う初めにお伝えするのは北朝鮮が今朝、弾道ミサイルを発射しましたこうした中今日午後アメリカ軍カデナ基地に電子偵察機1機が着陸しましたこの機体はミサイルを追跡する機能を備えていて北朝鮮の動向を警戒していたものとみられますアメリカ軍カ軍デナ基地に着陸したのは アメリカ軍の電子偵察機 RC-135S 通称コブラボールです今日正午過ぎ滑走路に降り立ちましたこの機体はアメリカ本土の基地の所属で発射された弾道ミサイルの動きを追跡する機能を備えていますまた関係者によりますとカデナ基地では今日午前にも別の電子偵察機が離陸する様子が確認されていて アメリカ軍の輸送機、オスプレイが集落の周辺で訓練を繰り返し騒音被害が悪化しているとして宜野座村の白原地区の住民らが沖縄防衛局を訪れ抗議し訓練の中止などを求めました。 城原地区の近くにはアメリカ軍の訓練施設があり住民によりますと今月に入ってオスプレイの飛行訓練が増えているということです特に今月8日と15日それに20日の3日間は夜間も訓練が確認され電車が通ったときのガード下の騒音に相当する100デ, 100, デジ100デシベルを超える騒音も記録されたということです 今日、う、宜野座村の白原地区の住民など9人が沖縄防衛局を訪れ、抗議しました近年、米軍機の事故が相次ぎ私たち白原国民は恐怖を感じているしかも米軍は原因を説明しないまま飛行を再開しておりこれは沖縄県民を無視しているとしか言いようがないその上で 民間地に近い発着場の撤去と集落周辺での訓練を行わないよう求めました。これに対し防衛局の担当者は。夜間も騒音被害が出ていて申し訳なく思っている。引き続きアメリカ側に申し入れていくと答えていました。いろんなことがございました。そこにこのいうも書かれてますけども。 もし間違って落ちたら人命にかかる問題ですよねそれは本当に分かってほし,欲しくて米軍の方にもそういうふうに伝えてもらいたいという思いです保育局の方もですねもうちょっと真剣に考えてほしいと思いますジュゴンの保護を訴えて普天間基地の移設計画の中止を求める裁判をアメリカで起こしている環境 NGO のメンバーが県庁を訪れ富川副知事に対し 一緒にに基地建設の阻止に取り組みたたいと呼びかけました日米の環境保護団体などは国の天然記念物のジュゴンを保護するためアメリカ国防総省を相手に普天間基地の名護市辺野古への移設計画の中止を求めてアメリカで裁判を起こしていて連邦地方裁判所で裁判が続いています。裁判の原告で一昨日から沖縄を訪れている アメリカの環境 NGO 生物多様性センターのメンバーなど9人がきょう県庁を訪れて富川副知事と面会しましたメンバーのピーター・ガルビンさんが裁判の状況を説明した後次のように述べましたいいろんな課題はありますすが同じ思いですのでの まあ今後とも連携をしながらですねやっていきたいと思いますメンバーは来月2日にアメリカで行われている裁判の報告会を流して開くほか4日には東京の外国人記者クラブで記者会見を開くことにしています今日のホットアイフォーカス海のロマンの世界にご案内いたしましょう 青く澄み切った海の中色とりどりの魚やサンゴでダイバーたちに海といえば人気ですよね,すよねこの沖縄の海に今月新たな魅力が加わりましたそれが水中遺跡なんですねこちらは沈没した広域船が積んでいた壺そして500年以上前盛んに取引されていた中国の陶磁器 古くから貿易船が行き交っていた沖縄の海にはこうした数々の遺産が残されているんですその魅力を幅広く知ってもらおうと今月から海で歴史を味わうツアーが始まりました名付けて海を丸ごと博物館です今月中旬石垣島に全国から20人のダイバーが集まりました すごく歴史に興味があって、どうしてもやっぱり、古いいものを見てみたい海を丸ごと博物館では、水中の遺跡そのものを展示物に見立て、ダイビングで巡ります。このの日訪れたのは 1800年代に沈没した船が残る遺跡です海底に見えてきたのは琉球王国で作られた壺食料や見継ぎ物を入れていたと考えられています100年以上経っていますが割れずに残されていました どうしてここに都合があるんだろうっていうことを考えると、歴史的なものはやっぱ感じますね。今回の博物館のプロジェクトを企画したのは、大学や自治体に所属する考古学の研究者たちです。山さん中心となった片桐千明さん はい、沖縄県の文化財担。こんばんは。十一月二十九日水曜日沖縄ホットアイです。今日初めにお伝えするのは。

アメリカ軍の電子偵察機 RC-135S 通称コブラボールです今日正午過ぎ滑走路に降り立ちましたこの機体はアメリカ本土の基地の所属で発射された弾道ミサイルの動きを追跡する機能を備えていますまた関係者によりますとカデナ基地では今日午前にも別の電子偵察機が離陸する様子が確認されていて アメリカ軍の輸送機、オスプレイが集落の周辺で訓練を繰り返し騒音被害が悪化しているとして宜野座村の白原地区の住民らが沖縄防衛局を訪れ抗議し訓練の中止などを求めました。 城原地区の近くにはアメリカ軍の訓練施設があり住民によりますと今月に入ってオスプレイの飛行訓練が増えているということです特に今月8日と15日それに20日の3日間は夜間も訓練が確認され電車が通った時のガード下の騒音に相当する100デ, 100, デジ100デシベルを超える騒音も記録されたということですここうしたことを受けて 今日、う、宜野座村の白原地区の住民など9人が沖縄防衛局を訪れ、抗議しましたダイングツアーで訪れてもらおうと考えたのですこれが完全な形のままでいくつもいくつも見海が自然だけじゃなくて歴史的な空間であることも肌で感じることができると思いますそれを一般のお客さんにどんどん広めていってほしいなと思ってますダイビング業者は 水中遺跡は大きな観光資源になると考えました全く新しい分野だと思うので、まあ、今後のダイビング自体がもっと面白くなっていくんじゃないかなと、守っていくのも僕,の僕たちの使命ですし、ま,あ、また今後、どん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 新たな発見もあると思うので。年ですかね こうして始まった海を丸ごと博物館。当時ですね、中国との貿易が14世紀後半ごから盛んになりまして、大切にしているのは遺跡にまつわるストーリーを体感してもらうことです。この日のテーマは海運で栄えた琉球王国の歴史です。江戸時代の絵には。 多くの船でにぎわう港の様子が描かれていますこうした帆船がどんな航海をしていたのかその一端を知ることができる場所に向かいました到着したのは今はほとんど船の往来がない静かな海岸でした しかし、潜ってみると、水深20メートルで見えてきたのは、人の背丈ほどの大きな金属の塊です。江戸時代の絵を見てみると、薩摩藩の船の遺骸と同じ形をしています。 すぐ近くにも似たような怒りが狭い範囲に七つ沈んでいました実はここは港に入る前に船が立ち寄る場所でしたそこで急な嵐に遭い多くが沈没したと考えられています怒りの周りには

ロボットカメラも用意しましたダイビングができなくてもロボットを操縦し水中遺跡を探索することができます岩の方を乗り越えていくと壊れた壺とかもあるんでちょっと探してみましょうか、はい またこれ。つぼ。お。つぼがありました。うん。はっきり見るね。水中遺跡はやっぱり新しいあの海底の資源だと思ってます。もっと多くの遺跡を公開していって、多くの人たちにいろんな時代のいろんな遺跡が沖縄にはあるんだっていうことを知ってほしいと思ってます。歴史を肌で感じられる海の博物館。 時をえるロマンの旅へとたましし、はい、びっくりしましたね,ねあの与那国島の海底石というのは有名,、ねはい、有名なので知っていたんですけど、うん、沖縄にそれ。 以外にもたくさん、あるというのは今回初めて知りましたまず,まずあの学術的な価値が大きそうですけれども、うん、でもね、眠っていた観光資源というふうに考えても、やっぱり大変なお,お宝が眠っているんだなというふうに思いましたよね、はいまあ、沖縄と海との関わり、歴史的にも非常に深いんですけれど、うん、それをこうリアルに感じることができそうですよね、えー、この海をまるごと博物館としてのツアーは、うん、現在は石垣島の一部の遺跡だけで行われています。はい 片桐さんたちは宮古島や久米島などにある遺跡でも準備を進めていてゆくゆくは沖縄全体を博物館にしたいと考えています名前がいいですよね、はい、海をまるごと博物館ここまでホッタイフォーカスでしたはい、気象祭時期のコーナーです 海の魅力深いですね。はい、あやさん潜りたいって言ってましたね。はい、たダイビング好きですからね。<laughs> はい。詳細時期のコーナーです。こんばんは。はい、こんばんは、はい。今日はね、日の入りについてお伝えしたいと思います。はい。ナハ、えー、はこの時間もうね暗くなってきてますね。です<ー>はい。ナハの今日の日の入りは午後5時37分。番組が始まるおよそ30分前に日が沈みました。ちょっと各地の様子見てみましょう。はい。 こちらは現在の宮古島、宮古島市の日の入りは午後5時49分でした。なるほど、もう30分以上経っているわけですけれども、うん、なんて言うんでしょうかね、残照っていうんですかね、ね空の色が。海面に、あの水平線に近いところは赤くて、高いところはまだ青みを残していて綺麗ですね。うんはい、長いより,、えー、よりはちょっと明るいですよね,ね。ビーチのあたりも真っ暗に見えますけれども。そう、はい、ね。さあ続いては石垣島です。うん、あ,あ 石垣島は宮古島よりも日が落ちきっているような感じに見えますね。すね多分これ天気のあ,のあ雲が雲かかってますね。はい、ね加減だと思います。うん、石垣市の日の入りはですね午後5時55分です。うん、那覇とはまあ20分ほど差がありますね。うんはい どうでしょうかね。まあ各地ともすでに日の入り時刻を過ぎても暗くなり始めている、ね、っていうところなんですが、客船が鮮やかに浮かび上がってるじゃないるんですか。ですね。夜景がもう綺麗になって見えてきてますが、はい、この時期実は沖縄11月下旬から12月上旬のこの時期ですね。一年の中で最も日の入りが早いんです。うそうなんですね。こ、はい、の時期なんですね。そうなんです。うん、国立天文台によりますと、今年は今月24日から来月6日まで。 那覇の日の入りの時刻は午後5時37分そして来月の7日からは午後5時38分となりだんだんと日の入りが遅くなっていきます日が伸びてくるということですね、はい、そうですね、うん、そして一方今年最も日の入りの時間が遅か遅かったのは6月26日から7月8日で午後7時26分でしたこの頃から比べると今2時間近くも早くなっ 早く暗くなっているということですよねそうなんですね確かにあの夏ごろこの番組をお伝えしていた時も、はい、あの番組のエンディングで那覇の港の様子が映ってもまだすっかり明るいなんていう頃がありましたよね,よねはい。なんかかなり昔のことが感じますけど夏は夜が長いなという感覚として思ってたんですけど、うんね、実際そうなんです、ね、そうなんですね、うん、そしてですねご存知だと思うんですけれども日の入りの時刻というのは地域によって違うんです、はい、こちらのようにちょっと見ていきましょう 北海道の札幌と東京、那覇を比べてみますときょうの日の入り、札幌は午後4時時8分、1分 <laughs> 東京は午後4時28分、那覇はもう1時間以上も、ね、遅い日の入りとなっていますよね。 天気予報の気温とかをお伝えするときに日本が南北に広いという話もするんですけれども、うん、この日の出、日の入りは東から上って西に沈むわけですから経度、はい、東西の広さが関係してくると思うんですけど、はい、日本ってやっぱり東西にも広いんですね,はいね広さ感じます、うん、ねよねはい。まあ最も西に位置する沖縄は太陽が沈むの遅いということになりますね、はい、で遅いとは言ってもですねやっぱりこの時期は一年で最も日の入りが早い時期です 暗くなるのが早いのでこちらにぜひ注意してほしいと思います、まあ、沖縄でも午後5時以降だんだん暗くなってきますまだ活動している時間だと思いますので子どもたちは学校や塾、部活の帰りなどには十分気をつけてほしいと思います、はい、また車を運転する方ね、早めにライトを点灯して安全運転をお願いしたいと思います そして、明日までは暖かいですので、外で遊ぶ子どもたちも多いと思います。暗くなる前に、家に帰るようにしましょうね。暖かいけど、暗くなるのはちょっと早い。使、はい方。いはい。では、各地の天気、現在の気温からお伝えします。午後六時二十分、現在の気温です。まだ二十度以上。各地ともありますね。那覇は二十三度七分です。石垣島はまだ二十六度三分もあります。半袖ですね。十分ですね。<laughs> はい。 警報は出ていません注意報も発表されていません海上風警報そして海上農務警報が東シナ海南部に出ています明日の天気です本島中南部北部久米島晴れ夕方から曇りところにより夜は雨でしょう大東島地方晴れるでしょう降水確率本島地方午前10%午後20% 大東島地方午前午後ともに10%です先島諸島です宮古島地方晴れのち曇り夜遅くは雨でしょう石垣島地方曇りで夜は雨与那国島地方曇りで夕方から雨でしょう降水確率午前各地とも10%ですが午後は宮古島と石垣島20%与那国島地方は60%です明日の気温です 最低気温は本島地方南大東島20度から22度南大東島今日より2度ほど低くなるでしょう明日の最高気温は各地とも27度明日も季節外れの暑さとなりそうです先島諸島です予想最低気温各地とも24度今日とほぼ同じでしょう予想最高気温宮古島は26度石垣島は29度与那国島は28度 八重山地方は熱中症にも注意してください週間予報です西から次第に天気が崩れ始めます気圧の谷や湿った空気の影響で来週の初め頃まで曇りの日が続き雨の降る日もあるでしょう特に金曜日と土曜日本島地方と先島諸島で荒れた天気となる恐れがあります会場はしける見込みです気温は平年より高い日が続きますが 来週火曜日は強い寒気の影響で急に気温が下がるとみられます。急な冷え込みでより寒さを感じそうです。体調管理には十分気をつけてください。気象情報をお伝えしました。さあこの時期、晴れると外で体を動かしたくなるという方も多いと思いますけど、スポーツやってらっしゃいますか 沖縄大学と那覇市に住む世界マスターズ陸上大会の金メダリストが地域の人たちを対象にスポーツを通した健康づくりを行う協定を結びました協定を締結したのはおよそ200人の学生が健康やスポーツについて学んだり沖縄初の管理栄養士の養成を目指したりしている那覇市の沖縄大学と世界マスターズ4 0 0ルリレーの金メダリストで

陸上を専門的に学ぶコースや運動が苦手な子どもたちを対象にしたコースを回避性で設けて学生と福里さんがともに指導に当たりますまた子どもたちや高齢者の運動能力のデータを蓄積して怪我をせず故障が起きない運動プログラムを研究するということです長寿圏復活長寿圏一位を目標にしておりますけれどもスポーツと 那覇市からごみの削減などについて技術協力を受けているベトナムホイアン市の行政の担当者などが那覇市役所を訪れごみの分別などが進んでいるなどと成果が出ていることを報告しました。 那覇市役所を訪れたのはベトナム中部にあるホイアン市の行政や企業関係者など9人で那覇市の知念副市長と面会しました本市では定期的にホテル、スーパーなどの実地調査を行うなど事業者に直接働きかけることで事業経ごの減量及び資源化を推進しておりますえホイアン市においても 事業者と行政の共同推進により環境に配慮した観光産業が発展されますことを願っておりますこれに対し、ホイアン市人民評議会のグエンバン・ビン副議長が那覇市の協力で分別などに成果が出ている今回の訪問でも那覇市の経験を学びたいと答えていました那覇市は平成20年からホイアン市に対し ごみ問題についての技術協力事業などを行っていてグエン副議長によりますと事業開始前はゼロだったごみの分別率が今では80%程度まで上がったということです一行は来月10日まで沖縄に滞在し観光事業者から出るごみ対策を学ぶためホテルやレストランの見学などを予定しています。クルーズ船にによる外国人観光客の増加などを背景に 去年1年間に那覇港で乗り降りした人の数は142万人余りに上り、過去最高を更新しました。那覇港管理組合によりますと、去年1年間に那覇港に寄港したクルーズ船やフェリーなどに乗り降りした人の数は142万4千人余りでした。これはこれまでで最も多かった前年をおよそ36%上回っていて、 内訳では外国とを結ぶ航路は76万人余り那覇港と県内、県外を結ぶ国内の航路は66万人余りで初めて外国航路の乗降客数が国内の航路を上回りました。 およそ5.5%上回る1,156万トン余りで過去最高を更新しました那覇港管理組合は乗降客数は外国クルーズ船の機構が大幅に増えたことでまた貨物の取扱量は好調な県内景気に支えられて物流が増えたため過去最高につながったと説明しています那覇港では 寄港する船の増加で混雑が激しくなっていて那覇港管理組合は新しいクルーズ船用の岸壁や貨物船のさらなる受け入れに向けた港湾施設の整備などを国や県に働きかけることにしています。 従業員50人以上の企業のおよそ4割が法律で義務付けられた障害者の雇用率を達成できていませんこうした中先進的な他県の企業の取り組みなどを学ぼうというセミナーが裏添いして開かれましたセミナーは来年4月から障害者の法定雇用率の算定に精神障害者が新たに対象になるのを前に障害がある人の雇用を促そうと県が開き 県内の企業や障害者の支援施設の担当者などが参加しましたこの中では精神保険福祉士で岡山県のドラッグストアの採用担当者をしている安倍ひとみさんが講演し仕事のミスや急な欠勤などが起きても会社の中で相談できる場があることが必要だと話しましたそして安倍さんが働いているドラッグストアの実例を挙げながら 主治医などとも連携して、障害者が継続して働くことができ、現場の戦力になっていることを紹介しました貴重な戦力という立場で,です、ね、しっかり支えてもらいたいと、関係機関の連携を深めていくです、ね、そういうことで雇用率を上げて、なおかつ定着率を上げていきたいというふうに考えています。 就職のハードルが高いのは障害者だけではありません、はい、続いてのリポートは引きこもりを経験した人や元薬物依存症の人など就労が難しいとされている人たちを積極的に雇用している会社の取り組みについてです、はい、その会社栃木県の宇都宮市にありますそうした人たちの力を生かして年々業績を伸ばしているんですやるぞや,るぞや,るぞやるぞ 宇都宮市にある中古タイヤの買取・販売会社です。社員の多くは、発達障害の人や、元薬物依存症、七十歳を超えて就職した高齢者などの就労が難しいと言われる人たちです。ほとんどの人が、職を転々とした後、この会社に就職しました。 自分の経験を悪い経験も話しながら仕事をちゃんと受け入れてくれるっていう会社は世の中にないので本当にありがたいです、ね。社長の斉藤浩一さんです。5年前からこうした人たちを積極的に雇用しています。きっかけは職場体験に来た障害者が一生懸命働く姿に感動したことでした。 大変仕事をなえちゃうような作業を一生懸命全力でやってくれる、それを見たときに、いや、すごいと、これはどん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 働いている65人の半数以上が就労が難しい人たち、それでも年少は創立時からおよそ3倍以上になりました。 その成長の秘訣は独自の人材育成法にあります名付けて磯野家成長プロジェクトですマンガサザエさんの家族磯野家七人はそれぞれ性格が違いますが支え合って楽しく暮らしています そんな磯野家の子育てのやり方を会社に取り入れたのです。うん、管理職が磯野家の大人たちの役割を担い、育成対象の社員をわんぱくな長男、カツオに設定します。今回、カツオになったのは元引きこもりの社員です。近くをしなかったり、はい。 来年じゃなくても。まず、まず厳しく叱るのが父、波平、はい、役の専務。だから、まずは総額を出して、はい、うちの会社で、何とかして変わりたいと思うんだったら、まず行動しないと。はい。<あ>次に、優しく諭すのが、母、はい、船役の斉藤社長。他にも、姉、サザエ役や、兄、マスオ役と連携し。 社員の適性を見抜いて育てていくのですこうした育成は意外な抜擢にもつながります2年前に入社した萩島道隆さん62歳です50代でうつ病を発症しいくつもの職を転々としてきました 突然任命されたのが、技能実習生のベトナム人たちの寮長です。口下手ですが、聞き上手な萩島さん。そこを買われたのです。福岡君は、広島間違いないで行けましたはい。行けますか帰りも大丈夫だはい、大丈夫です。<laughs> 最初は戸惑ったという萩島さん若いベトナム人たちにも慕われうつ病も徐々に回復してきました私に期待をかけてるという現れだと思ったんですごくやりがいはあると思いましたもっともっとその人たちの可能性を引き出してあげて誰でもが働きやすいような社会になっていくっていうのが理想ですね 宇都宮市の小さな中古タイヤ店就労が難しいと言われた人たちが自分の居場所を見つけて生き生きと働いています。 うんあの仕事に就くのが難しいとされる人を雇うというのは経営者としては勇気のいることだと思うんですね、はい、でも責任を持って人材育成をすることで戦力に仕上げていくというのは、うん、これ人手不足というのが、ね、言われるようになってきましたけれどもそれをこう解決する手段としても注目するべきではないかなと思いましたこの会社のユニークな人材育成,材育成法まさか笹谷さんが出てくると思いませんでしたがした、ね、海外からの視察も相次ぐなど注目を集めているということですリポートでした ホットスナップです。一枚目はいこちらです。うん、八重瀬町にて、えー、こちら不当のムーミンさんという方からいただきました。うんはい、ありがとうございます。ます今朝十時頃から一時間くらい畑に子供のシラサギちゃんが来てくれました。お天気の良い暖かな日には来てくれる。まだ四十センチくらいのシラサギですということで。えーえー 人を恐れる素振りがないですよね好奇心がいっぱいなのかもしれない子供ということで一緒に畑仕事しているようにも見えますねなんかこね、光が降り注いでこうすごく輝いてきれいに見える写真ですね水彩画みたいな写真だなと思いましたねどうもありがとうございました3人前目です糸回しにいて 金勝さんよりいただきました。ありがとうございます。ありがとうす。る写真ですね。これ昨日もでしょうね。洗濯物を取り込もうとベランダへ。夕日が綺麗で思わずパチリっていう風にいただきました。昨日も晴れてましたから。そうですね。まあそれにしてもね、こんなにまん丸にこう沈んでいくところが見られて、久しぶりでしたからね。こんなに晴れたね。やっぱり気持ちがいいですね。はい。ありがとうございまありがとうございました。さあ最後の写真こちらはですね今日の

夕日によって赤く染まってとても印象的に見えていたんですけれども逆三角形をしてますよね、実はこの逆三角形の雲と夕焼けをはるちゃんの他にも56人の方々が撮影して今日送っってくださたんですよなかなかこれって珍しいことなんですけれども同じ雲を見て同じようなことを感じて写真を送ってくださった方が大勢いてテレビを見てくださる方々とつながっているんだなという感じがしてちょっと感慨深くなりました。 県雲ですね。秋の雲ですね、うん、あの季節発電の、ねうん、10月の陽気でしたので小指で見分けてください <laughs>、えー、明日もぜひ写真を寄せになってくださいそして、えー、60分にお目にかかりましょう失礼します副議長が那覇市の協力で分別などに成果が出ている今回の訪問でも那覇市の経験を学びたいと答えていました那覇市は平成20年から法慰安氏に対し ごみ問題についての技術協力事業などを行っていてグエン副議長によりますと事業開始前はゼロだったごみの分別率が今では80%程度まで上がったということです一行は来月10日まで沖縄に滞在し観光事業者から出るごみ対策を学ぶためホテルやレストランの見学などを予定しています。クルーズ船にによる外国人観光客の増加などを背景に 去年1年間に那覇港で乗り降りした人の数は142万人余りに上り過去最高を更新しました那覇港管理組合によりますと去年1年間に那覇港に寄港したクルーズ船やフェリーなどに乗り降りした人の数は142万4000人余りでしたこれはこれまでで最も多かった前年をおよそ36%上回っていて 内訳では外国とを結ぶ航路は76万人余り那覇港と県内、県外を結ぶ国内の航路は66万人余りで初めて外国航路の乗降客数が国内の航路を上回りました。 およそ 5. 5上回る 1, 万トン余りで過去最高を更新しましまた。那覇港管理組合は乗降客数は外国クルーズ船の機構が大幅に増えたことでまた、貨物の取り扱い量は好調な県内景気に支えられて物流が増えたため過去最高につながったと説明しています。那覇港では、 寄港する船の増加で混雑が激しくなっていて那覇港管理組合は新しいクルーズ船用の岸壁や貨物船のさらなる受け入れに向けた港湾施設の整備などを国や県に働きかけることにしています。 法律で義務付けられた障害者の雇用率を達成できていませんこうした中、先進的な他県の企業の取り組みなどを学ぼうというセミナーが裏添いして開かれましたセミナーは来年4月から障害者の法定雇用率の算定に精神障害者が新たに対象になるのを前に障害がある人の雇用を促して 予想最高気温宮古島は26度石垣島は29度与那国島は28度八重山地方は熱中症にも注意してください週間予報です西から次第に天気が崩れ始めます気圧の谷や湿った空気の影響で来週の初め頃まで曇りの日が続き雨の降る日もあるでしょう特に金曜日と土曜日本島地方と先島諸島で荒れた天気となる恐れがあります会場はしける見込みです 気温は平年より高い日が続きますが、来週火曜日は強い寒気の影響で急に気温が下がるとみられます。急な冷え込みでより寒さを感じそうです。体調管理には十分気をつけてください。気象情報をお伝えしました。はい、さあこの時期、晴れると外で体を動かしたくなるという方も多いと思いますけど、スポーツやっていらっしゃいますか 沖縄大学と那覇市に住む世界マスターズ陸上大会の金メダリストが地域の人たちを対象にスポーツを通した健康づくりを行う協定を結びました協定を締結したのはおよそ200人の学生が健康やスポーツについて学んだり沖縄初の管理栄養士の養成を目指したりしている那覇市の沖縄大学と世界マスターズ400メートルリレーの金メダリストで

陸上を専門的に学ぶコースや運動が苦手な子どもたちを対象にしたコースを回避性で設けて学生と福里さんが共に指導に当たりますまた子どもたちや高齢者の運動能力のデータを蓄積して怪我をせず故障が起きない運動プログラムを研究するということです 長寿復活、長寿県1位を目標にしておりますけれどもスポーツとそれから栄養で沖縄大学は長寿県沖縄を作るエンジン役になりたいと思っております,ります那覇市からごみの削減などについて技術協力を受けているベトナムホイアン市の行政の担当者などが那覇市役所を訪れ ゴミの分別ななどどがが進んでいいるるとと成果が出ていることを報告しましまた。那覇市役所を訪れたのはベトナム中部にあるホイアン市の行政や企業関係者など9人でこうした中、先進的な他県の企業の取り組みなどを学ぼうというセミナーが裏添いして開かれました。 セミナーは来年4月から障害者の法定雇用率の算定に精神障害者が新たに対象になるのを前に障害がある人の雇用を促そうと県が開き県内の企業や障害者の支援施設の担当者などが参加しました。 仕事のミスや急な欠勤などが起きても会社の中で相談できる場があることが必要だと話しましたそして安倍さんが働いているドラッグストアの実例を挙げながら主治医などとも連携して障害者が継続して働くことができ現場の戦力になっていることを紹介しました貴重な戦力という立場でですね、しっかりあの支えてもらいたいと 関係機関の連携を深めていくですねあのそういうことであの雇用率を上げてなおかつ定着率を上げていきたいというふうに考えています就職のハードルが高いのは障害者だけではありません、はい、続いてのリポートは引きこもりを経験した人や元薬物依存症の人など就労が難しいとされている人たちを積極的に雇用している会社の取り組みについてですはい その会社は栃木県の宇都宮市にありますそうした人たちの力を生かして年々業績を伸ばしているんです宇都宮市にある中古タイヤの買い取り販売会社です社員の多くは発達障害の人や 元薬物依存症、七十歳を超えて就職した高齢者などの就労が難しいと言われる人たちです。ほとんどの人が職を転々とした後、この会社に就職しました。自分の経験を悪い経験も話しながら仕事をちゃんと受け入れてくれるって会社は世の中にないので、本当にありがたいですね。 社長の斉藤浩一さんです5年前からこうした人たちを積極的に雇用していますきっかけは職場体験に来た障害者が一生懸命働く姿に感動したことでした大変で見事を投げちゃうような作業を一生懸命全力で、えー、やってくれるそれを見たとき博物館です 今月中旬、石垣島に全国から20人のダイバーが集まりましたます <laughs> 海を丸ごと博物館では、水中の遺跡そのものを展示物に見立て、ダイビングで巡ります。 この日訪れたのは1800年代に沈没した船が残る遺跡です海底に見えてきたのは琉球王国で作られた壺食料や見継ぎ物を入れていたと考えられています100年以上経っていますが割れずに残されていました 参のままのどうしてここに都合があるんだろうっていうことを考えると、今回の博物館のプロジェクトを企画したのは、大学や自治体に所属する考古学の研究者たちです。中心となった片桐千明さん はい、沖縄県の文化財団こんばんは,んばんは11月29日水曜日沖縄ホットアイです今日初めにお伝えするのは

きょう初めにお伝えするのは、北朝鮮がけさ、弾道ミサイルを最高気温、宮古島は26度、石垣島は29度、与那国島は28度、八重山地方は熱中症にも注意してください。 週間予報です西から次第に天気が崩れ始めます気圧の谷や湿った空気の影響で来週の初め頃まで曇りの日が続き雨の降る日もあるでしょう特に金曜日と土曜日本島地方と先島諸島で荒れた天気となる恐れがあります海上はしける見込みです気温は平年より高い日が続きますが来週火曜日は強い寒気の影響で急に気温が下がるとみられます 急な冷え込みでより寒さを感じそうです体調管理には十分気をつけてください気象情報をお伝えしましたさあこの時期、晴れると外で体を動かしたくなるという方も多いと思いますけどスポーツやってらっしゃいますか沖縄大学と那覇市に住む世界マスターズ陸上大会の金メダリストが地域の人たちを対象にスポーツを通した健康づくりを行う協定を結びました 協定を締結したのはおよそ200人の学生が健康やスポーツについて学んだり沖縄初の管理栄養士の養成を目指したりしている那覇市の沖縄大学と世界マスターズ400メートルリレーの金メダリストで陸上のクラブチームを運営する那覇市の福里武さんです。 多岐にわたる地域での活動を行い住民が気軽に参加できるスポーツのコミュニティを形成していこうかなと思ってます協定では沖縄大学のグラウンドで月に1回子どもたちのかけっこ大会などのイベントを行うほか陸上を専門的に学ぶコースや運動が苦手な子どもたちを対象にしたコースを会費制で設けて 学生と福里さんがともに指導に当たりますまた子どもたちや高齢者の運動能力のデータを蓄積して怪我をせず故障が起きない運動プログラムを研究するということです長寿県復活長寿県一位を目標にしておりますけれどもスポーツとそれから栄養で沖縄大学は長寿県沖縄を作るエンジン薬になりたいと思っております 那覇市からごみの削減などについて技術協力を受けているベトナム・ホイアン市の行政の担当者などが那覇市役所を訪れ、ごみの分別などが進んでいるなどと成果が出ていることを報告しました。那覇市役所を訪れたのはベトナム中部にあるホイアン市の行政や企業関係者など9人で、那覇市の地の暑さとなりそうです。先島諸島です。 予想最低気温各地とも24度、京都ほぼ同じでしょう。予想最高気温宮古島は26度、石垣島29度、与那国島28度。八重山地方は熱中症にも注意してください。 週間予報です西から次第に天気が崩れ始めます気圧の谷や湿った空気の影響で来週の初め頃まで曇りの日が続き雨の降る日もあるでしょう特に金曜日と土曜日本島地方と先島諸島で荒れた天気となる恐れがあります会場はしける見込みです気温は平年より高い日が続きますが来週火曜日は強い寒気の影響で急に気温が下がるとみられます 急な冷え込みでより寒さを感じそうです体調管理には十分気をつけてください気象情報をお伝えしましたさあこの時期、晴れると外で体を動かしたくなるという方も多いと思いますけどスポーツやってらっしゃいますか沖縄大学と那覇市に住む世界マスターズ陸上大会の金メダリストが地域の人たちを対象にスポーツを通した健康づくりを行う協定を結びました 協定を締結したのはおよそ200人の学生が健康やスポーツについて学んだり沖縄初の管理栄養士の養成を目指したりしている那覇市の沖縄大学と世界マスターズ400メートルリレーの金メダリストで陸上のクラブチームを運営する那覇市の福里武さんです。 多岐にわたる地域での活動を行い住民が気軽に参加できるスポーツのコミュニティを形成していこうかなと思ってます協定では沖縄大学のグラウンドで月に1回子どもたちのかけっこ大会などのイベントを行うほか陸上を専門的に学ぶコースや運動が苦手な子どもたちを対象にしたコースを回避制で設けて 学生と福里さんがともに指導に当たりますまた子どもたちや高齢者の運動能力のデータを蓄積して怪我をせず故障が起きない運動プログラムを研究するということです長寿県復活長寿県1位を目標にしておりますけれどもスポーツとそれから栄養で沖縄大学は長寿県沖縄を作るエンジン薬になりたいと思っております 那覇市からゴミの削減などについて技術協力を受けているベトナム・ホイアン市の行政の担当者などが那覇市役所を訪れゴミの分別などが進んでいるなどと成果が出ていることを報告しましたこれが完全な形のままでいくつもいくつも海が自然だけじゃなくて歴史的な空間であることも肌で感じることができると思いますそれを一般のお客さんにどんどん広めていってほしいな 思っていますダイビング業者は、水中遺跡は大きな観光資源になると考えました全く新しい分野だと思うので、まあ、今後のダイビング自体がもっと面白くなっていくんじゃないかなと、守っていくのも僕,の僕たちの使命ですし、ま,あ、また今後、どん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 新たな発見もあると思うので。 こうして始まった海を丸ごと博物館当時ですね中国との貿易が世紀後半ごろから盛んになりまして大切にしているのは遺跡にまつわるストーリーを体感してもらうことですこの日のテーマは海運で栄えた琉球王国の歴史です江戸時代の絵には 多くの船でにぎわう港の様子が描かれていますこうした帆船がどんな航海をしていたのかその一端を知ることができる場所に向かいました到着したのは今はほとんど船の往来がない静かな海岸でした しかし、潜ってみると、水深20メートルで見えてきたのは、人の背丈ほどの大きな金属の塊です。江戸時代の絵を見てみると、薩摩藩の船の遺体と同じ形をしています。 すぐ近くにも似たような怒りが狭い範囲に七つ沈んでいました実はここは港に入る前に船が立ち寄る場所でしたそこで急な嵐に遭い多くが沈没したと考えられています怒りの周りには 折り重なるようにたくさんの壺が残されていました自分のような助けるために壺を投げ捨てたのはそのまま沈没したのかや企業関係者など9人で那覇市の知念副市長と面会しました本市では定期的にホテルスーパーなどの実地 調査を行うなど事業者に直接働きかけることで事業系ごみの減量及び資源化を推進しております法案市においても事業者と行政の共同推進により環境に配慮した観光産業が発展されますことを願っておりますこれに対し法案市人民評議会のグエンバン・ビン副議長が 那覇市の協力で分別などに成果が出ている今回の訪問でも那覇市の経験を学びたいと答えていました那覇市は平成20年から法院安市に対しゴミ問題についての技術協力事業などを行っていて具縁副議長によりますと事業開始前はゼロだったゴミの分別率が今では80%程度まで上がったということです一行は来月10日まで沖縄に滞在し 観光事業者から出るゴミ対策を学ぶためホテルやレストランの見学などを予定していますクルーズ船による外国人観光客の増加などを背景に去年1年間に那覇港で乗り降りした人の数は142万人余りに上り、過去最高を更新しました那覇港管理組合によりますと 去年1年間に那覇港に寄港したクルーズ船やフェリーなどに乗り降りした人の数は142万4千人余りでした。これはこれまでで最も多かった前年をおよそ36%上回っていて、過去最高を更新しました。内訳では、外国とを結ぶ航路は76万人余り、 那覇港と県内・県外を結ぶ国内の航路は66万人余りで初めて外国航路の乗降客数が国内の航路を上回りましたまた、去年1年間の貨物の取扱い量もこれまでで最も多かった前の年をおよそ5.5%上回る1156万トン余りで過去最高を更新しました那覇港管理組合は 乗降客数は外国クルーズ船の寄港が大幅に増えたことで、また、貨物の取扱量は好調な県内景気に支えられて物流が増えたため、過去最高に繋がったと説明しています。那覇港では、寄港する船の増加で混雑が激しくなっていて、那覇港管理組合は、新しいクルーズ船用の岩壁や貨物船のさらなる受け入れに向けた港湾施設の… 那覇市は平成20年から法医安市に対しゴミ問題についての技術協力事業などを行っていてグエン副議長によりますと事業開始前はゼロだったゴミの分別率が今では80%程度まで上がったということです一行は来月10日まで沖縄に滞在し観光事業者から出るゴミ対策を学ぶためホテルやレストランの見学などを予定しています クルーズ船による外国人観光客の増加などを背景に、去年一年間に那覇港で乗り降りした人の数は142万人余りに上り、過去最高を更新しました。那覇港管理組合によりますと、去年一年間に那覇港に寄港したクルーズ船やフェリーなどに乗り降りした人の数は142万4千人余りでした。これは、これまでで最も多かった前年を およそ36%上回っていて過去最高を更新しました内訳では外国とを結ぶ航路は76万人余り那覇港と県内・県外を結ぶ国内の航路は66万人余りで初めて外国航路の乗降客数が国内の航路を上回りましたまた、去年1年間の貨物の取扱量も これまでで最も多かった前の年をおよそ5.5%上回る1,156万トン余りで過去最高を更新しました。那覇港管理組合は、乗降客数は外国クルーズ船の機構が大幅に増えたことで、また、貨物の取扱量は好調な県内景気に支えられて物流が増えたため、過去最高につながったと説明しています。 那覇港では寄港する船の増加で混雑が激しくなっていて那覇港管理組合は新しいクルーズ船用の岸壁や貨物船のさらなる受け入れに向けた港湾施設の整備などを国や県に働きかけることにしています。全国的な課題でである障害者ののの雇用促進県内では従業業員50人以上の企業のおよそ4割が 法律で義務付けられた障害者の雇用率を達成できていませんこうした中、先進的な他県の企業の取り組みなどを学ぼうというセミナーが裏添いして開かれましたセミナーは来年4月から障害者の法定雇用率の算定に精神障害者が新たに対象になるのを前に障害がある人の雇用を促そうと県が開き 県内の企業や障害者の支援施設の担当者などが参加しました。この中では精神保険